<laughs> 怖い。置いてかないで。みんな、チキを置いて、どこかへ行っちゃう。行かないで。チキ、頑張るから。行かないで。もう、一人ぼっちは嫌だよ。はぁ。 に神竜と言われるる。だけはあるどうにかして動きを止めなければならないのにでもあの子まるで悪い夢にうなされてるみたいなんだかかわいそうだよ夢確かにこの世界は彼女にとって悪夢なのかもしれないエルフィリス何か知っているのか 知らせがあったのです。帝国がドラゴン狩りをしているさなかに、金色のドラゴンが現れたと。そのドラゴンは、土地のドラゴンたちを守って戦っていたのだとか。まさか、それが原因なのか帝国兵がドラゴンを狩るところを見てしまったから、人間は敵だと。それだけじゃないかもしれないです。 ちゃん神竜族は彼女を残してほとんど滅んでしまってるんですそうか他のドラゴンが殺されるところを見て自分だけ取り残される怖さを思い出してしまったのか取り残される怖さ一人でいる寂しさ私にもよくわかるわもう一人にしないで そんな声が聞こえてくるみたいくそ、どうすりゃいいんだこのままにはしておけねえしかといって倒すわけにもいかねえ簡単なことじゃない悩むようなことじゃないわムー 要するに、あの子に一人じゃないって教えてあげればいいんでしょあたしにお任せよ、ダーリンチきって言ったわね。ほら、こっちを見なさい。<laughs> 近寄らないでムム チあんたの仲間なら、ここにいるわよう、嘘。本当にええ。と言いたいところだけど、あたしは竜神族とか、マムクートってやつじゃないわ。そうなのチキとは違うやっぱり私は。 私とあんたは違うけどそれでもあんたは一人じゃないわ私はドラゴンって呼ばれる存在なのあんたと同じような人間とは違う存在人間にはあきれたり怒ったりすることもあるけどそれでも人間の仲間だってたくさんいるわ 思い出してごらんなさい。あんたにだっているんじゃないのそういう人たちが。お兄ちゃん、みんな。ほら、やっぱりいるんじゃない。思い出せたのならもう大丈夫ね。あんたは一人じゃない。そうでしょ 出したよチキみんなと仲良しだった一人じゃ一人じゃなかったありがとうドラゴンのお姉ちゃんチキちゃんはあ <laughs> よかった、寝ているだけみたいですね <laughs> かわいいものじゃないねえダーリン、あたしたちの間に子供がいたらこんな感じかしらえ、そ、それは、ど、どうなのかなもう、ダーリンたら照れちゃった うーん、でも、チキちゃんって、こう見えて結構な年齢ですよ。子供というには年長さんじゃないですかね。あら、そうなのまあ、ドラゴンみたいなものだと思えば、そういうこともあるわよね。確か、1000歳くらいだったはず。 より年上なのん、うん、ドラゴンのお姉ちゃん、どうしたのえううん、別に何でもない…ですよ